衆議院を解散する。コロナ禍ではありますが、恒例の万歳三唱は今回も行われました。今衆議院が解散されました。議員たちは議場を出て一斉に選挙に向かって走り出します。戦後初めてとなる任期満了目前での解散。投開票日まではわずか17日。異例ずくめの短期決戦でいつもと違う動きが。じゃあ行ってきます。立憲民主党の前職、大坂誠二さん。解散からわずか3時間半後、地元に戻るため国会から羽田空港に直行していました。もうまさに今日から選挙戦本番って感じだね。もう選挙になればもうどっぷり地元で、走り回ろうと思ってます。同じ北海道8区で自民党から出馬を表明している前田和夫さん。解散の瞬間をテレビで見届けることなく地元の企業周りを続けていました。毎朝街頭に立って、そして毎日毎日支援者のところを回って、4年間ずっとこの日をめがけていろいろ準備をしてきてますから、満を持しての戦いです。新型コロナや経済対策など課題山積みの中行われる衆議院選挙。道内の有権者は新しい政治に何を求めるのでしょうか。コロナを早く収束してもらって、お客さんがたくさん来るようにしてほしいですね。経済回復させてくれるところがやっぱりね、うちらは商売だからさ。1歳の子供を育てる母親が求めることは。コロナだとその児童館とかも全部縛っちゃってたんで、ほんと公園しか行くところがない。もう少しこう出かけられるようなところを増やしていただけると助かるかな。道内の有権者に対し各党は何を訴えるのでしょうか。北海道経済どうやって立て直すかというのが大きなテーマになろうと。その復活を目指すということが、当面一番急がれることかなという。安定した自公の連立政権、その下で政策をしっかり実現していく、そのことを有権者の方々に丁寧に訴えていきたいと考えています。一方、共産党は道内3つの選挙区で候補者の擁立を取り下げ、野党候補を一本化することに。いよいよ政権交代をかけた本気の野党共闘を掲げて戦う選挙ということであります。何といっても北方領土問題の解決、日露の平和条約でありますから、これは日本維新の会しか訴えれない私はキーワードだとも思っております。まずですね、 NHK と裁判してる党弁護士法72条違反では北海道6区で候補を擁立する予定です。投開票は今月31日。異例の短期決戦が幕を開けました。